はい、じゃあ今日は、まあ、俺といえばもう趣味が何もなくて本当に人生なんていうんですかね、お先真っ暗っていう感じなんですけど、何がこうやってボケじゃなく毎日思ってます。これこのままの人生だったら結構なかなかきついなまあそれ何とかしないといつか犯罪起こしちゃうぞっていうことでもうスタッフのやつにはずっと言ってたけど、俺のストレス解消および趣味になるようなのを探してこい、そういう風に言ったけども、それを見つけたということでね、今日ある場所に来てるわけなんだけども、どこですかここは。メイドカフェに来ております。なんでだよなあ、なんで35歳のキレキレやってるやつの趣味がこれかなって会議した結果メイドカフェなんですよ真面目にやってるか。でも本当にふざけてるわけじゃなくて。ふざけてるだろうがどう考えてもよ。メイドカフェってもう文化にまで定着したものですから、そこには絶対癒しとか楽しみみたいなものがあるんだろうと、うん、藤原さんでもやっぱりハマることがあるだろうということで、うん、まあ、体験していただきたいということですね。なんかそれらしい理由言ってきたなで何がムカつくって、ちゃんと創業18年みたいな結構長いことやってたで大丈夫、逆に趣味になっちゃったとしてそれはもう一度楽しいことが増えるんであれば僕らも嬉しい。なるほどね、まあ何だっていいってことね、俺がストレス解消できたりすれば、はい、行かざるを得ないだろうこんな属性の方と喋ったことないぜここで待ってるとお迎えに来ていただけもう来んのなんで俺は緊張してんのもうちょっと万が一に備えて暴言吐いても問題ないぐらいのちっちゃいところに頼めよ。なんかすごい大きい、もうちゃんと企業として確立してるぐらいの大きさしてるじゃん。暴言吐いていいかどうかは大小ではない。大小ではないか。お帰りなさいませ。ラジネーション。それでは早速お屋敷の中へご案内いたします。はい、ちょっと一回深呼吸して緊張されてますか。いやいや別に緊張とかじゃないんだけど、ただお屋敷に帰るだけで。そう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 か、自分の家から。そうです、久しぶりだから緊張されてるじゃないですか、もしかして。久しぶりの実家にね。いや緊張とかじゃないさ。あれ緊張とかじゃないんだけど、強まってます。強まって、全然全然。お足元、ポジコトラップございますので、お気をつけください。ポジコトラップ。そうです。危ないです。ポジコトラップってことはもう仕掛けてるってね。ご主人様、ローの企画です。お帰りなさいませ、ご主人様。ちょっと俺もう無理だよ。こいつもうこれ、ほんとに。どうぞ、お願いします。はい。はい、改めまして、お帰りなさいませ、ご主人様。本日、お出迎えを担当させていただきましたのは、はい、アトームカフェ秋葉カルチャーズゾーン店所属、はい、ふわもこさんから空飛ぶバスに乗ってやってまいりました。バスに、はい、めめかです、よろしくお願いします。はい、秋葉カルチャーゾーン店のかすみ草畑からまいりました。かすみ草畑、はい、お願いします。めめたとかすみ、はい、突然なのですが、何何、ご主人様がお屋敷をお留守にしていた間に お手紙が届いていました。読ませていただきます。いやご主人様、あなたは常日頃からご主人様として素敵に日々を過ごされ、他のご主人様お嬢様の模範であると認定されました。その功績を称え、ご主人様認定証ブロンズカードを贈呈いたします。ブロンズカード、おめでとうございます。はい、というわけでなんとこちらに、じゃーん、ブロンズカードだ認定証が届いていました。こちら後ろにお名前が書けるようになっています。 お名前でもなんかニックネームでも何でも大丈夫なんですけれども、お待たせしました。なんと書きましょうか。いや、じゃあ、私がお願いください。普通にシンタン、シンタンでお忘れ物ないようにください。シンタン、シンタン、え、なん、お名前なんて言うんですか。シンイチだからシンタン。あ、え、かわいい。え、なんか好きな動物とかパンダー。パンダー、どうしよう。メロメロ。メロ。パンダさん。メロンパンダに。叶えてるよね。メロメロ。メロメロ点。メロメロ点。パンダー、シンタン。あ、そうそうそう。
ますよ。かわいい。じゃあメロメロ店、パンダ店、シンタン、ご主人様。はいはいはい。いいですか？いい。よろしくお願いします。はい、できましたー。あ、すごい。ありがとうございます。肌身離さず持っていてくださいね。はい、そうします。メロメロパンダ新刊。かわいい。ちょっとごめんね、何終わってるどうすんの、ふざけんだろ。あ、ごめん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 。はい、というわけで、ジュメイン様は本日とってもお久しぶりのご帰宅ということで、うん、メニューの説明をさせていただきます。はいはいはい。うん、じゃあお飲み物のメニューです。え、ちょっと待って、すごいメニューがかわいい。かわいい、萌えなんで。すごい萌えな感じです。はい、まずこちらのフリフリシャカシャカミックスジューチと、うん、メイドのオリジナルカクテルは、うん、メイドがスネイ様と一緒に萌え萌えな言葉を言いながら成果をフリフリシャカシャカいたします。一緒に。はい、一緒に。おはい、その他にも、アイチのお飲み物、アイチュ、うん、アチュアチュのお飲み物、アチュアチュのね、アルコールの飲み物もご用意しております。アルコールはアルコールなのね。はい、飲み過ぎにはご注意くださいね。あ、うん、気をつけないと。こちらお食事のメニューとなっております。はいはいはい。のピオ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 ペサンライスはメイドがピオピオピオ、そうです、はい、ピザップでお絵かきをさせていただきます。あ、これもそうです。おうおう、何をするか考えながらお待ちください。メニューしよう。次にデザートのメニューとなっております。うん、デザートすごい。そうなんですよ、どれもとっても可愛くて美味しそうなのですが、うん、こちらのお嬢ちゃまサンデーとこちらのお坊ちゃまサンデーは、うん、一口食べるとメイドと同じ永遠の17歳になっちゃうマジ？知れない。もしかしたらいけるの？いけます。18個若返れるってこと？俺、はい、35だから。そこからずっと永遠の17歳なの。うーわ、参ったな、それ。なので、これが一番おすすめなの。あ、そういうことね。そういうことなの。次にアミューズメントの説明でございます。うん、こちらは世界にたった1枚のモエモエなお写真が撮れちゃいます。え、そうじゃん、確かに。そうなんですよ、こちらを持っていればいつでもどこでもモエチャージができちゃいます。ここに来なくてもできるってこと？そうです。配信中でも多分、うん、突然萌えが不足しちゃうかなって思うんです。あら、配信中って配信してるのにチェックしてくれて、ね、はい、びっくりしました。昨日 TikTok とか、うん、YouTube で見てたら、うん、全部 TikTok のおすすめがうえはるさんに。いろいろ知識を得ました。ごめんね。全然楽しかった。大丈夫だった？全然萌え減らなかった？あ、全然もうワクワクしながら見てました。あ、よかった、それならいい。はい、こちらコースの説明でございます。うん、こちらのご主人様の気分に合わせてご用意させていただいたんですけど、うん、でどれを選んでもお値段変わらずでご案内できるので。え、そうなの？おすすめですね。単品で頼んだら違うものがコースだとプリフリサカサカとかお絵かきのメニューとかも同じ値段で。あ、そういうこと。プレミアムコースって。プレミアムコースすごい、うん、全制覇でかしこまりました。はい、あのフリフリシャカシャカミックスジューチュで、はい、かしこまりました。こちらミルクベースとソーダベースがございますが、どちらがよろしいでしょうか？じゃあちょっと俺乳糖不対症なんでソーダベースで。はい、なんかいろいろあるんですね。そうミルク系がちょっとお腹痛くなっちゃう。なるほど、わかりました。はい、次にお食事をお伺いします。あ、食事か。はい、じゃあやっぱピピヨピヨピヨひよこさんライス。あ、もうピヨチリね。うん、デザートお坊ちゃまサンデーで。お坊ちゃまサンデーで、かしこまりました。ここ17歳になれるやつだもんね。17歳の魔法にかかるかもしれない。あー、なるほど、人によるもんね。そうですね、モチベーションによります。うんうん、はい、なれるといいですね。いや、俺いけると思う。楽しみ。うん、失礼いたします。はい、楽しんでます。楽しんではないけど。いや、楽しみじゃないけれども、お前らがなんかちょいちょいなんかこちらが意図してないタイミングで笑い声が聞こえてくるからなんか舐めてる。あの、こちらの予想以上に楽しんでらっしゃるなって、うん、楽しんではない。仕事してるだけですよ。恐ろしい発言になって申し訳ないんだけど、なんか俺メイドカフェのにいるメイドさんたちみんななんか汚いイメージだったんだけど、みんな清潔感すごい。やってまいりました。汗が聞こえてた。こちら何これ、メイド一覧となっております。あ、そんななんだ。そうなんですよ、本日お給仕したいメイドの一覧になってるんですけど、うん、まあ、3人で撮れたりするんですけど、どうですか？かすみとめめたね。うん、じゃあ真ん中に入って、
俺真ん中？はい。よっしゃ。やった。じゃあそれで。かしこまりました。うわすごい。ワクワクした今の。お願いします。はい。写真撮影か。大丈夫？いつもなんか写真撮影バーッとってくると、あーごめんなさいみたいにたまにやるときあるからさ、お前は。いや、写真撮ってくださいって宇治原さんが言った側なので、別にメイドさんたちが写真撮ってくださいではない。あー確かに、形上はそうだわ、確かに形上はそうですね。はい、じゃーん、すごい。はい、はい、ミックスドゥのトーナメントでございます。お主人様と一緒に、うん、私がフリフリシャカシャカして完成するので、はい、ちょっとモノモノになってるんですけれども、準備はいいですか？ちょっと待ってまず、はい、私がフリフリって言います。うん、そしたらフリフリって言ってくださいフリフリって言ったらフリフリね、サカサカって言ったらサカサカって言ってください。はいはい、じゃあニャンニャンって言ったら、うん、ニャンニャン、あー、やばい、うわーって言っちゃったさすがです。はい、最後はおいしくなーれおいしくなーれ一緒にワイワイで完成になります。切るかな、まあ、ぜひ一緒に、キンキンパーツね、一緒にお願いします。はい、それではいきます。はい、せーの、フリ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 シャカ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 、ドキ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 、ワク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 、メロ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 、キュン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 、おいしくなーれおいしくなーれ、もえ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 、いや緊張してこっちはこの手がずっと笑ってあ、できてたならよかった。じゃあ、うん、何色が出るかわからないんです。そうなの、はい、この日のご主人様の気分でランダムで出てくるみたいな感じ。何なんだろう俺の気分。何色だと思いますか？当てちゃうよ。はい、緑。緑、うん、爽やかなんだよね。そう、どうでしょう。お、前はミルクベースかソーダベース。あー、ピンク色ね。ピンクか、ピンクベースか。なんか曲に合わせてソロの色も選べたりするけども、何色がいいですか？緑。緑、私が待ってますね。そうか、いい。おー、はーい、爽やか。ちょっとなんか色合いで、あ、まだダメです。ダメです。こちらの甘いもの、このままでもとっても美味しいんですけれども、愛情を込めるアイコメをして、さらにさらに美味しくしていきたいと思います。アイコメ？はい、愛情を込めます。すごい。それもぜひ一緒にお願いします。おい、いけるかな、いけるかな。はい、でも全力でやってみる。全力、はい、見届けます。はい、せーの、もえもえキュー。愛情こもってる。まだまだあるよ。よかったと、ドキドキしちゃってるね。大丈夫かな。もうこもりすぎて下の方に溜まってる。やばいやばいやばい。すごい、ここでまんべんなくなった。あ、よかった。うわ、美味しい。嬉しい。失礼いたします。美味しい、本当に。失礼いたします、はい、おさせていただきます。うわ、来た。ピヨンピヨンピヨンひよこさんアイスとなっております。うわー、すごい。焼かせていただきますね、卵の方。あの、トローンのやつ、ね、トローンのやつです。すごいじゃん。失礼します。はい、いけるか。じゃじゃーん。あ、すごい。おー、いい感じ。すごい、初めてこのやつ目の前で見た。あ、本当ですか。ケチャップでお絵かきさせていただきたいんですけど、うん、何にしますか。ハートで。ハートでいいんですか、うん、好きな動物とか。そうか、パンダ。パンダ。トモソンガゼルは無理だもんね。ごめん、パンダでいいや。トモソンガゼル無理だもんね。パンダ。まあ、写真があれば頑張れなくなる。けどパンダ。パンダにしとこうかな。でもパンダ難しいよ。パンダも。本当ですか。うん、
すごい。じゃーん。できました。すごい見て。ほら。パンダだね。パンダです。お、ちょっと待って、何笑ってんの。すごいパンダ。パンダ。でもちょっとクマみたい。なんでそのパン。なんでパンダ張ってるの。いやいやすごい。パンダだろお前。一回上野に行きます。いやいや、パンダ修行してきます。こいつがずっとハムスターじゃねえかみたいな。あれあれ、いや、パンダだよ、パンダ。すすみそばだけではこのパンダでしょ。いろんな種類のパンダいるもんね。え、食べていいの。このままでも美味しいですけど、そのものを愛情込めらいかもしれないし、秋葉中、世界中の萌えをこちらに集めたいと思います。え、いいの。はい、一回奪ってみましょう。世界のいいの、一回、はい、どうやって。私がせーのって言ったら、うーってしてもらって、うん、2回目せーのって言ったら、ポエーで、まあ、さっきはなんとかいけたけど、いけるかな。わかりました、ね、それではいきます、うん、せーの、うーせーの、ポエーすごい、びっくりしました。いけたかな。宇宙から来ました、ね、本当宇宙のも行っちゃった。はい、まずいな、世界を超えて。超えて。じゃあいただきます。はい、ちょっと本当にこれ別にボケとかじゃなくて、ちょっと火星っぽい感じ。宇宙感じ、宇宙を感じちゃってる。宇宙とかじゃなくて、水星の感じとか。すごい。やったー。宇宙感じられます。いや、感じられた。キュウリとか持って。あ、キュウリは普通に、あれだね、香川の。あれちょっとまあ、おすすめしといてなんですが、はい、ちょっとちょ見てられないっすね。なんだお前。なんだ見てらんないって。いや、一応、ね、仮にもブチギレ宇治原なんで、イメージというものがありますんで。いや、変なこと言ってるね、なんか癒されんに。いや、まあまあ、来てくださいとか言ったり。ブチギレの部分も一応そのイメージも守りつつというか、うん、いていただけるとちょっとスタッフとしてありがたいです。まあまあ言うてることはあくまで YouTube だからっていうのもね。まあまあそうですね。はい。萌えがあれば何でもできる。魔法がどうとかって覚えてます。覚えてます。17歳。あ、そうですか。永遠の17歳になれるかもしれない。3年なので、ぜひ。はい、じゃあ17歳に、はい、17歳にもし戻れたら、あれだね、全然暗い話じゃないんだけど、親父がまだ生きてる。おぉごめんごめん、変なこと言っちゃった、うん、よし、17歳戻るぞ、高2の時。いや、ガチなこと言って、親父にはそれ、さすがにもう会えないよ。会えなかったけど、これも別に、一回ガチなこと言って、マジで17歳になった可能性が。そうですね、じゃあ肌艶が、うん、なんか良くなった。良くなります。肌ツヤが卵肌みたい。あと一回マッシュで。ちょっとごめんね、さすがに自分の中で17歳になったわ。ちょっとつまんなすぎる。こちらも結構注意したんですけど、うん、変わらずということで。あ、さっきの部分。いや、分かった。お前のごちゃごちゃうるせんが、写真撮影の時はさすがに、さすがに綺麗になりませんけど、まあ、普通にもちゃんとぶち切れじゃーとして、まあ、ああ、こういう感じで撮るから、それがあればいいでしょ。まあ、それぐらいは、うん、せめて。記念撮影を待つのメロメロパンダ、チンタン、ご主人様、準備ができますので、はい、お待ちください。はい、すごいすごい緊張する。はい、それではお撮りします。はい、萌え萌えキュン、バッテリーです。完璧。
ぶち切れの顔で撮れましたね、はい、撮れてるもほら、うん、撮れてるまあまあ顔がくしゃーってした記憶があるシワが寄ってたような記憶が眉間にシワを寄せたみたいなうん、お待たせしました。あ、来た来た、はいはい、あ、すごいほらすねおー、なんだなに差不多了，加加班。哎，快点！大学生的我们在，哇，寂しいですけれども、お出かけの時間になってしまいました。そうか、お出かけの、そうか、そうか、お出かけの時間。しょうがない。それでは、お見送りしていただきます。お見送りも？はい。ご主人様のお出かけです。いらっしゃいませ、ご主人様。行ってきます。体験していただきましたけども、はい、どうでした？どうでしたっていうか、なんだろうな、どう、楽しかった趣味になりそう。いや、その趣味になるかどうかをちょっと公表控えさせてもらうって感じ。そんなこと言う必要がない。なんかなんで視聴者にそんなこと把握されなきゃいけない。え、待って待って、冷たいから。でも、さっきのあの卵カーペットが包んでくれてるから、今。よかった、よかった。あ、腰が落ちちゃった。大丈夫、大丈夫。うん、田舎の人だから全然大丈夫。